地元熊沢に戻ってきました。熊沢さんいつもいつも毎年ここでやらせてもらえることをすごい感謝しております。これからもずっと続けていかれる本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。今年はもう30周年ということで皆さん、横浜のサブザットも大成功で、サブザットも観客動員数が一番だったそうです。今まで皆さんどうもありがとうございます。